とるんてれてんてれんてれんてんてんてんやからてれてんてれんてれんてんてんてんチャンネル始まる。はいどうも D です。皆さん寒くなりましたね。風邪をひかないようにお気をつけてくださいね。では今日もゲスト兄を呼びたいと思います。じゃあ兄お願いします。はい、じゃあ兄またよろしくお願いします。はい、どうも。はい、でなん今度はヤクザ対張り込み。はい、まあね、まあ、この話に行くまでちょっともう自分らは小倉駅前に、はい、小倉駅前でまあ小倉駅前って言ったら大体もう立ち飲みがバーッとあって、ああ ロータリーらへんですよね。はい、あこ昔は俺ら若い時は、まあ、ヤクザする前はここを歩けたらもう当たり屋はおるし、はいはい、タクシーの運転手なんか通り切らんちゅうんですよ。はいはい、マックとロッテリアの間のうち、はい、ね、あそこはもうポンと、まあやからうん、なんかこの番組がやっとるやからチャンネルだけど、やからがめちゃくちゃ多い場所だったんですよ。はい、あそこはもう、まあ、今でもおるんかどうか知らんけど、うん、今ハイカラな店がいっぱいできたけど、確かに俺はもう通るってもタクシーの運転手で聞いたらここもね、パッとこう入れたらパチンってやがって、貴様こらって言われて、まあ、大概するけどお前俺でテープ使ってやんかって言って、ラーメン一杯おれとか優しい優しいですね。そんなんおるんねんって。まあ確かに俺は10代の時はあっこ行ったらもうやっぱいやらしい街って言ったらおかしいけど、ゲームセンターがあって、うん、みんなこの人何時間ゲームしようやろか、人ばっかおって、うん、まあ、ね、いろんなとこから集まってますからね。そうそう、人も多かったやつね、うん、で、俺はヤクザになってどう言ったらいいんかね、もうこんな前を入れた人とか、はい、元どこどこ乗ったとか、はいはい、何年したんかって、もう5年ぐらいしかしてないで、でそんなのがいっぱいおるんですよ、ここは。いましたね。ね。もう みんなだってなんか、いや、仇じゃないよなって分かりやすい、その眉毛の人とか。そうそうそう。見たら、俺たちが現役で見たら、俺はもう仇やち分かるんやけど、ただ、知らん人なんかもう、ね。うわ、もう、筋の人どう見ても、して、もう格好でも、すごいし、はい、で元でもみんな髪の毛がピシッとしてるんですよ、はい、震災狩りとか。うんね、今あんまり見らんけど、身なりはですね、身なりが。でそんなガヤいっぱいおって、うん、俺はまあ飲みよって飲むやつが、はい、で朝から飲まんけど、はい、まあたまに飲まない時は朝もう9時から酒飲めるんですよ。ああ、あの辺はですね、立ち飲み屋ですね。もう、はい、もう10時になったらルルルなって思うんですよいますね。俺でしょ、また10時どっちで夜じゃないんどっちでから、まあそういう流れの話をちょっともう、はい、聞いてもらえたら楽しいなと思って、はい、で俺たちは現役の人、それは現役だなって言ったらいい、ね、まあまあ、昔ならバッチつけて現役分かるけど、はい、この時代はもうできんから、あもう初めの時点でつけれなかったんですか。いやいや昔はつけて丸ってたんですか、はい、何じゃないかとか言って、はい、いやもう俺らがもう現役だったらもうだんだん防弾法ができて、はい、バッチつけるのは本部に入るときつけて、はいね、でも兄が初めの頃の時点でもう、うん、あんまりつけれなくなってたんですか。でも出るときはもう外せよ、はい、うん、裏側につけたでしょってね、はいはいはい、でいろいろイルカとか、はいはい、しだしたとかあったけど、はい、それもすんなじなって、はい、一門とかなるような割れるような、はい、そんな時代もあったけど、はい、駅前行ったら元がものすごくおるんですよ、はい、ね、はい、まあ、パチンコ屋もいっぱいあるし、うん、パチンコ屋とかいましたもんね。もう俺なんか現役とかあったらめっちゃ絡んでくるんですよ、酒が入ったら。あー、その元の人だ。元が、はいはい、俺ら年配ですよ、上やけ、はい、そうですよね。でもう人に自分は年とかですねとかで来るんですよ、はい、あそうですか、はい、やっぱ俺もやっぱ先輩やけね、元は先輩。ただそれを聞いてやりよったら、もう殺人で行ったとか、自分は何年行ったんですとか、ね、はいはい、人が言うなら分かるけど、うん、自分からものすごく悪いやけ俺はそんなどうでもいいんやったらどうでもいいじゃ悪いけどいや聞かされてものところですよね。聞いたのそうですか、まあこの時代はこんなやったとか、もうずっと聞かされるんですよ。で飲みだ俺が払うてちょっと待てよ、でも俺はやっぱ先輩やしね、うん、こんな長い長期も行ったことないし、それはやっぱそこでもやっぱりその縦社会が入る、やっぱ一応
薄くなったけどね細くなる細くなったら縦坂やけど大きめじゃないですね。だって俺がまだ40とかの時に相手はもう60とか70とかの人やけ、はい、ああもう一回り以上上の、でもね、まあ、どこで誰を殺したとかなんか言うても知らんけど、中にはね、あその時期に執刀中傷を踏んで、やっぱああもう本当俺でも知ってるよ、うわーって思うよ、もう有名人みたいな感じですよね、すごいねとか言って、まあその時にまあ、言うたらいいかね、実行へないでも下の方でこうドア開けたとかなんかの、はいはい、そんなでの立ち会った立ち会った人は生き証人みたいな方ですね、うん、そういう話やった俺思いなって聞くんですよ、はい、中には元警察署長もったんよ、はいはい、もう引退しがなんか、はい、でもそんなバカな女優ってでもね誰々の親も誰々の方が言うた時に、はい、辻褄合うんよこれ、はいはいはい、あ話を聞きよったら、はい、もう確かに合うよね話が、うん、俺の聞いた話と、はい、でもそこに人たちもおるんよ、その警察署長の方は見た目でやっぱりぽくないってことなんですよね、でもねあれ、まあ、マリアほらほらとか言うわけよ、うん、みんなの周りの握りとか、はい、競輪とか買いながらこうやって予想し見ながら、はい、まあ前でも話したでしょ、はい、パイプ一緒だって、はい、ああ嘘嘘と、うん、でもね俺は現役将棋、やっぱ昔からやっぱね、聞かされてたりとかするから、聞いとるから、どこもこの話が合う、ついつも合う時があるの、うん、やっぱじゃあ、本当に警察署とやったらどうか分からんけど、まあまあ、真実は分からんねんけど、ほかの、まあ、ある土建屋の社長に聞いたら、だから本当の警察署長なんだ、一緒にバコチ行ったりしょったり、どこどこやんの、はって言うの、俺もは、本当ねって。もう昔はもうそんな一緒にお前こそっと帽子かぶって警察署とかバクチ事情たちがそんなバカなんだろ言うって話があるんよ本当ってなるところですね、本当ってなるよお前は今お前有名な親分になったけどまだそっちが若い頃一緒にお前バクチ行ったりしょったんだ警察官があってからこれはもうお前ら見ても本当かどうかわからんけど、うん、いやおってもおかしないよね、まあまあそうでしょうね、うん、一緒にバクチ行ったり警察官本当所長なんじてどこの所長としよったか知らんけどいやでもその話の点と点も合うしっていう、うん、そんな町の中でもういろんな人と俺出くわすわけよねやっぱ、はい、あんたみんな誰だよ若いあれあっちのなとかってなるもんねでも立ててくれる人は立てるんだ今度は俺は現役やからちゅうことでああそこはですねちゃんとで話したら誰だよもうそんな俺に言わんでくださいよもう呼び捨てでいいですよっていう感じになるんだよってな、はいおごってくれそうだね。おごってくれそうだな。以上、縦坂で縦坂で縦坂で立てるから俺が。まあそんなことしよって、ね、また有名な元すごい人がおるんよ。はい、もう片腕行ったら嫉妬しておるよね。うんうん、腕はないで、うん。そっちと、俺とこの、まあ全然ね、チュンチュンチュンの、はいはいはい、あ話した人の、はいはい、サイドブレーキを持つ人ね。はい事務局長ですね、うんはい、この2人が飲んで、はい、俺これ聞いた話やね、はい、飲んだよね2人で飲みよってその2人で飲まれた、まあ、飲みよって、はい、俺もたまに太田一緒に飲むんやけど、はい、たまたま俺はその時一緒におらんねんけど、はい、一緒にその2人が飲んで、はい、まあ結構強いね2人ともああ、まあ、お酒があるね、うん、はいねで1人はもう昔からのもうあれもうチェーンのゴルフやりしてバチッと、もう腕がないし、はい、こうしても靴でも、はい、もうすぐそれそんなちょろ言うんですよ、はい、その辺さんね、はい、おしぼりで靴磨きなさんないって、はい、そんなやからですよやからと飲んだ時に何軒かずっと立ち飲み飲んで、はい、夕方ぐらいに、はい、何しかお前こらちこんなとこ車止めやがってっつって、はい、車止まってたらしいそれでバコンと蹴ったんで、はい、車を、はい、中に3人ぐらい乗ってたんじ、はい、人がえ、ほんでどうなったんですよ。ほんで出てきたけ、ワクンと胸ぐらつかんだんで、はい、僕もう一人が喧嘩なったけ、そしたら自分のところ のサイドブレーキの人も、なんでサイドブレーキ引かんやったんですよ。ほんで、ね、酒が入っただけ、そしたら体がなんかするから、ボーンって出てきたから、もうつかみ合いになったんで、つ、は、か、い、み合いの喧嘩みたいに。はい、もう取っ組み合いになった。なったんで、ほ、は、ん、い、でどうなったんって。やっとるやからチャンネル。
要望はコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。